はい、どうも、ゆうくんです。今回はですね、最新型のマツダ2の方を見に来ました。で、こちらのモデルのグレードも 15BD の肉のモデルということになります。で、このね、BD という、グレードはスケートボードのブランクデッキの意味を持つということらしくて、180以上の目安らしくて、まあ、やろうと思えば買った後でも自分好みの時代に仕上げていくということができる感じのモデルということになります。ボディカラーも、爽やかなミントブルーっていうか水色系のボディカラーとなりまして、よく見ますとルーフホワイトとなってツートンのね、ボディカラーのモデルとなります。そして S 元を見ますと、こちらフルホイールラップのモデルとなるんですけど、ホイールキャップのデザインもおしゃれなデザインということになっております。そしてフロント、よく見ますと黄色のアクセントがグリルの角の方に入っているということも、特徴となります。で、ハイドビーム LED のヘッドライトということになります。でサイドから見ますと、このような感じになっております。でちなみに、純正のタイヤサイズの方が15インチのスチールホイールが装着されまして、18565R15のサイズとなります。そしてリ、アビュー、このような感じになっております。リアビューはね、 LED のテールランプが特徴的ということになっておりまして、裏のリアチスキーの方も黄色のアクセントが、入っているというのが、特徴となります。じゃあ、車内見ていきたいと思います。乗り込みまして、インパネ周りこのようなデザインということになります。インパネのこの部分にも、ボディロウソクのパネルが標準で装着されております。で、このルーバーの部分にもホワイトのラインがあしらわれておりまして、爽やかなインパネの印象となります。で、メインの、ね、メーター、アナログのタコメーターが、メインで、右下にスピードメーターが表示されるということになります。で、両脇にインフォメーションディスプレイなどが配置されて、車両の状況を細かく把握することができるという感じになっております。で、上の方にはヘッドアップディスプレイも、採用されて、視線の移動が少なく、車両の状況を確認することができるようになっております。そして、メインのね、ナビやオーディオのユニットなんですけど、最近のものとは違ってちょっと小ぶりではあるんですけど、新鮮に優れたシステムが採用されております。でもちろんマツダコネクトにも対応しているということになります。そしてフルオートエアコンが採用されて、その下には CD、DVD のスロットが配置されるという感じになっております。でその下には充電用の USB ポートや SD カードスロット、そしてオックス端子が配置されるということになっております。でさらに、12V の電源も確保されているということになっております。で、シフト、このような感じになっております。で戦車、6速オートマのモデルと肉モデルになりますとマニュアルも設定するということになります。でレッドブレーキ、スティックタイプのものとなっております。まあこれはこれで操作性もいいという感じになっております。で、手元でもマツダコネクタのシステムが操作できるという感じになっております。で、ドリンクホルダーがその後ろに配置されるということになります。位置的に若干取りづらいかなとも思うんですけど、問題はないのかなと思います。で、その下には、小物入れも配置されるということになります。で、ドアのドリムにはフォアウィンドウの設置などが配置されるということになっておりまして、その下にはドリンクホルダーと小物入れがレイアウトするということになっております。でシート、このグレードになりますとパブリックのものとなるんですけど、レノートで先ほど、使用させていただいたんですけど、ホールド性も良くてロングドライブでも、疲れにくい印象でした。後部座席、見ていきたいと思います。座席もこのようなデザインとなっております。進み込んでみます。私のシートポジションに合わせまして、足元部分このような余裕という感じになっております。で若干狭いのかなと思ったんですけど、通常空間、私の身長でこのような空間で座った感じ、そこまで窮屈感はなくて、
後部座席でも、ロングドライブ快適に、行動するなといった印象になっております。でドアの、トリムなんですけどカーボン調となっておりまして、ちょっと、スポーティーな印象になっております。で助手席側には、マガジンラックなども配置されるという感じになっております。センターコンソールはないですし、ドリンクホルダーは後部座席には、配置されないという感じになっております。じゃあ、最後ライフィッチ見ていきたいと思います。でラゲッジ、5名乗車時で、このような空間となります。ある程度深さもありますし、必要十分な、空間という感じになっております。でおそらく、まあ、荷物固定とかもできると思うんですけど、そのカバーあの設置する用の突起もレイアウトされるという感じになっております。でシート下には、パンク修理剤やちょっとした物入れなども入れるようになっております。ということで、姿の熱々でした。